ビットコイン5万5000ドル割れ、未曽有の暴落の原因と今後価格を戻してバブル相場へ突入できるのか、仮想通貨市場の行く末を左右する重要情報を公開します。また現在送り人生産コミュニティのオクファクトリーではビットコインの最新の買い時や急騰タイミングなど全て載せたビットコイン価格分析レポートを無料で共有していきます。まずは概要欄から公式 LINE を追加いただき、ビット暴落とメッセージを送りください。はい、どうも、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。送り人生産機の匠です。今回の動画ではビットコイン暴落の原因と今後仮想通貨市場は終わってしまうのか、こちらについて解説をしていきます。すでにご存知の方も多いと思いますが、直近でビットコインが暴落しています。その結果1000万円を超える前、2月付近の価格まで戻してしまっている状況なんですね。ビットコインといえばイーサリアムなどはじめ、あらゆるアルトコインの価格にも大きな影響を与えますよね。ビットコインの躍進と衰退で仮想通貨市場の明暗が分かれると言っても全く過言ではありません。このタイミングでビットコインの価格が大きく下がる今、今後のバブル相場への影響が気になりますよね。バブル相場はもう来ない、もっと価格は下がってしまうの、こうした疑問や不安必ず出てくるかと思います。今回の動画ではビットコインの価格を下げている要因、そしてバブル相場への影響など今後の仮想通貨市場と密接に関係してくる部分を余さず解説していきますので、ぜひここから利益を出す上で正しい行動をとっていくためにも必ず最後までご覧ください。本編に入る前にあなたにお聞きしたいんですが、僕の LINE を追加してピン止めってしてますか？してない人はぜひ今すぐやっちゃってください。なぜ急にこんなこと言うのかというと、これ自慢でも何でもなく事実としてお伝えしていくんですけど、情報公開した銘柄がその後軒並み価格を上げています。日々仮想通貨の情報を出していく中で、この1年以内で31個の新規銘柄を紹介してきたんですが、そのうち価格がついた銘柄で12個、割合で言うと4割が紹介後に価格を上げています。それら駆け足で紹介します。パック5倍、ダーム6倍、ブレッド6倍、ビーファイラボ9倍、パテックス10倍、アーティ10倍、トークンファイ15倍、セイ17倍、ティーチャット23倍、ケイナイン32倍、スモック34倍、ウィファット98倍。はい、いかがでしょうか？やばくないですか？仮に31銘柄全てに10万円投資していたら、プラス金額が2530万円、マイナス金額が19万円、合計利益が2511万円、こうした収益結果となります。これ僕一人が情報別に独占しているわけじゃなくて、 LINE や YouTube の動画で価格が上がる前に全て情報共有したものです。で、こちら日々いただく収益報告のごく一部ですが、こうして行動を起こした先で稼いでいただくことが実際にできています。で、何が言いたいのかというと、仮想通貨で稼ぎたい方は僕が公開する銘柄情報はぜひチェックして、可能性を感じたらまずは仕込んでみてください。投資においてどんなプロでも 100% 絶対はありませんが、実際に僕が資金を入れる上で精査し、自信がある銘柄しか情報は出しません。事実として10万円からでも最終的に2000万円以上目指せる。もし運用資金が増えれば利益も比例して爆発的に増えます。とはいえ、この情報発信、僕にとってはもはや趣味の範囲です。少し突き放した言い方をすると、その情報を見て投資をした結果、あなたが何万円稼げても、もしくは稼げなくても正直関係はありません。でも趣味の情報発信で誰かが損をしてしまったらシンプルに気持ちよくないですし、日々一人で情報を集めて投資をしている手前、実際に LINE で稼げましたよってメッセージをもらえると、一緒に投資できてよかったと思えるんです。それに何かに本気で取り組める人には何かをしてあげたい。そしてうまくいったなら最終的にお互いウィンウィンな投資の情報網を築きたい。なので引き続きこのチャンネルでは、僕が精査した稼げる情報を公式 LINE では個別にご相談に乗りつつ、 YouTube よりも鮮度が高い情報を最速公開していきます。仮想通貨の情報は僕自身がお金を入れる上で稼げると思ったものだけ発信していますので、本気で稼ぎたい、そんな方はチャンネルの登録と通知のオン、 LINE の追加とピン止め、この動画の高評価と意気込みをコメント、こちらしていただき情報を受け取ってください。仮想通貨で稼ぐことに本気な方は大歓迎なので、ぜひ上の3つをしていただけた方から、そのスクショを僕の公式 LINE へ送ってください。ここまでしてくださった稼ぐことに本気な方には、僕の LINE でもピン止めをして、こちらからすぐに連絡を取れるようにさせていただきます。
バブル相場も目前に迫る今、本気のメンバーで稼ぎ切りましょう。はい、それでは本編に入ります。ではまず現在なぜビットコインの価格が暴落しているのか、こちらからお話をしていきます。まず結論からお話ししていくと、暴落を引き起こしている原因は2つあります。まず1つ目がドイツ政府がビットコインを大量売却していること、2つ目がマウントゴックスが弁済を開始したこと、この2つですね。ではそれぞれ見ていきます。はい、ではまずはドイツ政府の動向についてですね。まず今回ドイツ政府が過去押収をして獲得していたビットコイン5万枚のうち、ここ3週間ほどで7583ビットコインを売却している状況です。これ日本円で換算すると4億3490万円ほどですね。さらに7月4日時点で約2420億円分のビットコインをコインベースやクラーケンなどの取引所に送金しており、これが売却目的ではないかと疑念が出ています。多額の売却での売り圧やさらなる高額売却を懸念して今売りが続いている状況ですね。はい、そして2つ目、次にマウントゴックスの弁済開始ですね。今回10年越しに取引所のマウントゴックスというところから購入者に向けてビットコインの返済が行われました。そもそもこのマウントゴックスに過去何があったのかというと、2014年にマウントゴックスがハッキングされ、なんと470億円分という大量のビットコインが盗まれるという事件が発生しました。よく仮想通貨を誤送金してしまったりして手元に返ってこなくなってしまうことをゴックスと言いますが、その語源はこのマウントゴックスの事件がきっかけだったりします。それほど被害額が大きく大きな騒動となったんですね。それから10年経った今、なんとついにマウントゴックスから当時の購入者に向け返金が開始されたというわけですね。ここで問題となるのが、10年越しに返済されたユーザーはそれを売却する可能性が非常に高いというか、間違いなく一部でも売却する人が多いということですね。返済額も大きいことから、これを懸念してビットコインを手放す動きが一気に増えてきている状況です。はい、ここまでをまとめると、ドイツ政府による大量のビットコイン売却、マウントゴックスの返済を受けたユーザーの売却懸念、こうした理由で売り圧が高まっています。今年に入ってから最大規模の下落ということで、かなりネガティブな印象を持ってしまいがちですよね。しかもいよいよバブル相場が来ると言われているこのタイミングではなおさらです。そこで次にビットコインの価格はこのまま下がり続け、バブル相場へも影響を与えてしまうのか、こちらを解説していきます。はい、ではまずビットコインはこのまま下がり続けるのか、こちら結論からお伝えすると、中期長期的には下がり続けない、むしろ価格は上がっていくと考えています。その根拠は2つ、1つ目が相場の状況、2つ目がファンダメンタル、この2点から確信が持てる状況です。はい、ではまずは相場の状況から見ていきます。はい、こちらがですね、直近のビットコインと USDT のペアのチャートとなります。はい、現状はですね、このように直近でこのオレンジの枠ですね、この中でレンジを形成していたんですが、そのレンジをですね、下にここら辺ですね、ここで割ってしまっているような状況です。ただ注目いただきたいのがこちらですね、このローソク足です。過去チャートで意識してきたこの青いライン、ここでですね、綺麗に反発をできているんですね。そして反発をし、このように長い下ヒゲを作れているような状況です。なおかつこのですね、赤と青と緑、この3つの線をボリンジャーバンドというんですが、このボリンジャーバンドという指標を大きくですね、下に抜けている状況です。なのでこれをですね、下に抜けると売られすぎであると判断できるんです。こうした状況からまずこの青いラインは割らずに価格を上げていく可能性が非常に高いです。さらにですね、このように価格が一気に下落し、その後の下落が緩やかになっている、こうした流れから絶好の買い時が来ている、そう判断する投資家も多いことから買い圧が強まることも期待できますね。はい、次にファンダメンタルです。ビットコインの価格上昇が期待できるファンダメンタルとしては、現物 ETF からの資金流入、アメリカ大統領選の影響、こうしたものが挙げられます。あとはアメリカを中心とした金利の利下げなどもそうですね。特にアメリカの大統領選は仮想通貨のあり方を軸の一つとして置かれている、そんな状況なので、どう転んでも現状は市場にプラスとなることが予想されます。
はい、ではまとめていくと、直近ではドイツ政府がビットコインを大量売却、マウントゴックスの弁済が開始、こうした理由で短期的に価格を大きく下げているものの、中期長期的に見ていくと価格が回復し上げていく材料が豊富かつそれぞれの根拠も強いことから、バブル相場へ向かっていくと判断しています。自分の大切なお金を入れているからこそ相場が悪いとつい不安に思ってしまいがちですが、その時々だけを切り取らず少し長い視点で見ていくというのも重要だと知っていただければ幸いです。逆にこのように相場が大きく下がっているときはむしろ絶好の参入チャンスにもなりますので、もしこの機会に仮想通貨投資を始めてみたいとかいろいろ聞いておきたい、そういった方は今後の情報を逃さず受け取るためにチャンネル登録をしていただき、概要欄から気軽に公式 LINE へメッセージをいただければ幸いです。また現在送り人生産コミュニティのオクファクトリーではビットコインの最新の買い時やキュートタイミングなど全て載せたビットコイン価格分析レポートを無料で共有していきます。ビットコインの参入ポイント、急騰ポイントはもちろんですが、ビットコインの急騰ポイントを知っておくことでその他のアルトコインも同時についてきます。なので市場全体の動きを知っておきたいという方はですね、この動画の概要欄から僕の公式 LINE を追加いただき、ビット暴落とメッセージをお送りください。そして最後になりますが、もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と、そしてこの動画の高評価、コメントもしていただけると励みになります。それでは今回の動画はこちらで以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。